ジュースジュースの井上玲です。松永理愛です。ジュースジュース10thアニバーサリーコンサートツアージュースジュースアット武道館、こちらのグッズ紹介をですね、この2人でお届けしたいと思います。イエーイ、お願いします。じゃあまずりあいちゃんが着てるこちら、ででん、なんだ、何ですか？T シャツですよ。正解。はい、こちらは武道館のロゴが入ってるんですよ。うん、入ってまして、こんな感じだね。はい、これですね。見えますか？はい、この T シャツなんですけど、うん、アイムが M サイズが MLXL がありまして、私が L サイズを着てるんですけど、うん、私の身長は162センチでありまして、え、本当に？はい。同じなんだけど。え、嘘ですか？嘘ですかって何？え、どっちが高いですか？レイさん？ですよね。じゃあ私が嘘ついて重力で沈んだんです。あ、なるほど。私じゃあ無重力ということで歩いてきたから重力で沈んだんですけど、L サイズを着てまして結構ブカブカです。同じサイズの女性の皆さんは、お尻が隠れるぐらいまでは着てる。こんな感じです。あ、しかもこれ後ろにメンバーの名前がそうなんです。書かれてるんですよ。デリーン、こちらがセールスポイントでございます。ブブーン。そしてですね、こちらの T シャツ、お値段が4500円となっております。4500。ちなみに私これ着てるのはですね、ツアーの T シャツになっております。これグレーなんですけれども、はい、それぞれのメンバーカラーでここの字が印刷されていると思いますので、推しの T シャツを買ってください。はい。そして次はこちら。スポーツタオル。これもあれですね、武道館のロゴが可愛いついております。しかもさ、普通のマフラータオルよりさ、結構大きめスポーツタオルですよっていう感じで、割と首にかけたり頭に巻くと頭に巻くとちょっと大きいかな。あ、でも確かに、あ、でもスポーツ観戦ってそう気がする。いい感じですね。まあこれフルカラーだからね。うわ、そうですよ。持ってたら目立ちますよ。しかも今回のライブって結構タオルが不可欠じゃないですか。だからグッズとしては良いんじゃないでしょうか。グッズ紹介なのよ。グッズ評価じゃないのよ。というです。はい、こちらは4000円ということで、10周年記念したデザインなのでね、こんなね、もう本当に賑やかな感じになっております。そうですよ、もう10年後じゃゲットできませんからね、このタオルは。10年後ここだけ変えて。使います。でもそれじゃジュースジュースって読めない。あ、そうだった、そうだった。じゃあ10年後もお楽しみにしていただきまして、まずは今を皆さんしっかり見て現実逃避せず、はい、お願いしますよ。まあね、お仕事、お勉強皆さん頑張ってると思いますので、はい、私たちもそのパワーになれるようにしっかり頑張っていきます。はい、じゃあ取っておきますか。そうだね。ありがとう。あったかい。おお。ということで、はい、ご紹介したグッズはですね、コンサート会場または通販サイト e ラインナップモールにて販売中です。ぜひコンサートの記念にゲットしてみてください。以上、ジュースジュースの井上玲と松永理恵でした。バイバイ。